レストランの鉄板の上のパンケーキ調理における鉄板、またはグリドルとは調理器具である。商用のグリドルは平面の金属板であるが、伝統文化ではグリドルは石板やレンガ板でもある。鉄板は直火、またはコンロの上に乗せてフラットブレッドを含む様々な食品の調理に使用される。鉄板での調理技法では、 通常の焼き方及び蒸し焼き、油をひいたり油のない調理ができる。鉄板によって調理された料理は鉄板焼きと言われることもあるが他に、パンケーキ、オートケーキ、クレープ、グリルドチーズサンドイッチ、フラットブレッド、ドーサ、アイルランドのボクスティ、ウェルシュケーキなど、多数ある。近代的なブダレを使用したカサベの商業用調理。 伝統的なグリドルには石板及びレンガ板、砂を詰めた浅い皿が含まれる。過去の種類のグリドルは食材を置く前に調理温度に加熱する。最近の種類は食材を置いた後に加熱する。ラテンアメリカの伝統的なグリドルはブダレである。石、または粘土で作られトルティーヤ、アレッパ、カサベといった様々なフラットブレッドの調理に使用する。 商業用に使用する近代的なものは金属製である。鉄板でのフラットブレッドの調理鉄板でのインジェラの調理一般的にアルミニウム、ステンレスコー、または中鉄といった金属が使われる。初期は焚き木燃料の料理用ストーブの上部に取り外し、式鉄板として組み込まれた。さらにあと分かれた金属板として一つまたは複数の加工。 または、ガスや電気コンロの上に置かれた。取っ手がないことが多い。伝統的な、ウェールズのグリドルは、円形で一つの取っ手があり、通常中鉄製で1センチの厚さである。これは、ウェルシュケーキ、パイクレット、クレープの調理に使用される。近年は、テフロン加工、または、アルマイトのアルミニウム製グリドルが使われる。グリドルは調理用の厚い金属板で、 保温のためにも使われる。この調理器具は、通常中鉄、鉄鋼、またはアルミニウムで作られ、クロムメッキを施すこともある。通常の家庭用グリドルの上面の厚さは2.0から2.5ミリであり、商業用グリドルは、通常もっと厚い。より厚いグリドルは、より高い熱容量で、冷たい食材を乗せた部分が冷やされても、 より早く温度を戻すことができる。グリドルは床置き用と調理台用で、底の形状が異なる。既存のコンロの加工に直接置く設計のモデルもある。床置きモデルは洗浄が簡単なステンレス製のことが多い。グリドルは通常表面が滑らかであるが、重視を逃し、食べ物に焼き色をつけるための溝を刻んだモデルもある。不要な重視が、 いつも流れ落ちる。商業用グリドルは最大2.5メートルの長さであるが、通常温度の調整は30から60センチの幅ごとに分かれる。これにより、同時に一つのグリドルで異なる温度での調理ができる。構造によっては、グリドルは最高摂氏400度に加熱できるが、通常使用する温度は摂氏60から230度である。 大きなグリドルには一度に複数の調理をする場所があるが、それに伴い、より大きなの換気フードが必要となる。ホットプレートは、電気、グリルと異なり調理面が平らで、電気、グリルは、溝付きである。温度を調整可能なホットプレート鉄板は、肉料理から野菜料理まで多くの料理の調理に使用できる。スープやソースを入れた深鍋や浅鍋を、 直接乗せて、保温や加熱したり、柔軟に調理することができる。フライパンや、ソテーパンでの調理のほとんどに応用できる。鉄板での調理は、ソテー、トースト、煮込み、パンフライ、焼き目付け、風味付け、焦がし焼き、グリル、パン焼き、蒸しにローストの特質を組み合わせた調理技術である。多くの場合、鉄板の表面は自然な焦げ付き防止のため、 中鉄調理器具と同様に油を馴染ませている。鉄板は天然ガス、プロパンガス、または電気で加熱される。ごく最近は蒸気加熱や赤外線式鉄板が販売されている。ガス加熱は均一な加熱の評判からプロの料理人に好まれることが多い。多くのガス式モデルは加工ごとに6から 9kW を使用する。 鉄板はエナジースターの米国2009年の商業用食料サービスに選ばれた。エネルギーを節約するため多くの料理人は未使用時に鉄板の温度を下げる。スナップアクションの温度制御により鉄板に必要な分にエネルギー消費を抑えることができる。また、できるだけ鉄板を清潔に保つことによりエネルギー効率が高まる。 ガス式鉄板には可燃性安全装置が付属するものもあるが他の台所器具同様に正しく手入れしないと火災の危険がある。鉄板の扱いには注意が必要であり周囲に油がつかない設備が必要である。鉄板の円の油はネガードは重視が周囲に飛び散るのを防ぎ重視を逃すことあふれることを防止する。鉄板がまだ熱いうちに グリドルスクラッパーで鉄板の表面から余分な食べ物をこすり落とすか布で拭くことで多くの汚れが落ちる。しかし、鉄板を毎日良好な状態に保つ、また状況がそれ以上の洗浄が必要かは、鉄板の構造に依存するが、ある形式の鉄板は研磨レンガやパッドでの掃除が必要で、他のものは特別な洗剤と水で掃除する。 正しい洗浄により、均一な加熱が保証され、料理の鉄板への焦げ付きを防ぎ、鉄板を損傷から守る。研磨剤入り洗剤は、中鉄の鉄板の洗浄に適さない。洗浄のほかに、乾燥と錆を防ぐなどの目的で油を敷く必要がある。これにより、鉄板表面の劣化や焦げ付きを防ぐ。鉄板の融資を常に空にして、溢れることを防ぐことも、 また重要である。連続式自動温度制御装置以外では、制御装置の調整もまた実施するよう指示されている場合がある。問題の状況によっては、鉄板の寿命の終わりとなる。錆びつき、ひび割れ、歪みが生じた鉄板は一般に修理が不可能である。しかしながら、特定の部品は、鉄板の寿命の間、交換可能である。 自動温度制御装置の調整のみが必要である場合もある。通常の維持を行う商業用のグリドルは15年程度の寿命がある。標準的な鉄板には様々な種類があり、付属物も,も多い。例えば一例を挙げると、ステインレスコーの棚、保冷式の台、調節可能な足、テーブル、まな板さえある。洗浄用の付属物には、グリドルスクラパー、 ゴムワイパーといったものがある。ありがとうございます。